仕事終わりとか来てくれてる方が多いのかな。はい、そうだと思いますけど。ありがとう、みんな。カズさん、前空いてるから写真撮りたいことですか。こんなの撮ってるのあんまり思い切り出してもらう。ありがとうございます。でもコロナ対策しすぎてね。そうですね、しすぎて、なドラムの体力なんか換気せなあかんで、前のチャックバーン開いてた。それはそれ見て、あ、俺もやってるって開けたし。いやいや、自分も昨日開いてたよ。私開いてたけど、私言わずに返してるけど。今日喋らないんじゃなかったんですか。先生ちゃうもんね。あ、喋らない。俺今日はヘルプで森和夫の弟の森清蔵がちょっと言うてるんですけどね。まあそういうことで、そういうことで今日喋るはずがね、ちゃんとマイク置いても喋る準備できてると思って。いやもうほら違うんです、私そんなこと喋りたいわけじゃない。今日ね、実は年始一発目のライブなんですよ。久しぶり。去年ライブが終わって11月なんですよ、最後ここでライブしたのが。なんで1ヶ月ぶりの南堀へネイブになります。イエーイ。もうね、人がね少ないのはしょうがない。なんでここに来ていただいてる人にめっちゃ楽しんでもらえるようなライブにするんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとね、今日はね、いつもは MC が長め長めのライブバンドなんですけど、私らは今日はちょっと曲いっぱいやろうかなってね、はい、思ってるんで、このままボンボンボンと曲続くので、皆さんもう疲れたら全然座っていただいて大丈夫なんで、個人個人の楽しみ方で聴いてください。それでは聴いてください、ヤングラバー。
Thank you.
ていただきました、はい、久しぶりのライブ結構楽しい楽しいな、楽しい結構楽しいじゃん、せっかくあ、あと暑い、あ、そうだ、今めちゃくちゃ暑そうやわなんかね、今日はほんまはいつもなんかね、あのポケさんサングラスかけて出ることがたまにあるんで今日も持ってきたみたいなんですけど、ちょっとね、今日はベースの方がね、名前何でしたっけ森和夫の弟、森清蔵ですらしいです、でね、ちょっとこういうね、見た目でやるらしいのでちょっと控えてもらってね、今日はあの、二人とも前見えへんのはまずいと確かに2人ともちょっと前見えるのちょっとまずいからね、しかもチャック開いてるしみんなちょっとまずすぎるんだわざとちょっとまずすぎるからね、今日は3グラス置いといてもらってはい、まあ、そんなこんなでね、もう折り返し地点めちゃくちゃもう折り返し地点、はい、いよいよやってまいりました。ちょっとね、ここではあのちゃんと話したいことを決めてきましたので、ちょっと静かにしててくださいお願いしますね。あのしょうもない話を一つさせていただきます。いいですか？あの、今月の初め9日やったかな、1月9日にね、ここで森先生の餃子大王のワンマンライブがありまして、僕の兄貴の私がね、ちょっと見に行こさせてもらったんですよ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。2人もすごい楽しかったんですよ。でもやっぱりなんかちょっと年齢変わるだけで、まあ、ちょっとどころじゃないけど、40年齢変わるだけでジェネレーションキャップで MC の内容が分からなかったんです。じゃあ血圧の内容とかやったんですか？何、ちょっとどういう、私はまだ大丈夫だからって。堀先生200の時とかあるんで、血圧ね、兄貴は200、死んでも死にかける時とかあるんで、ちょっともう私には分からなくて、でも一つ分かったのがありまして、あの赤さんっていうメンバーさんが言い張ってね、あのハーモニカを吹いてあったんですよ。こうやってあるじゃないですか、こうやつブルースハープね、ちょっとやってはって、私それ見て、その見た時に、あ、私今日のライブで MC しようって切りたいのがあるんですよ。うん、あの半月間温めたやつね、うん、考えてて、でもその王っていうほどの自分のサイズの話じゃないんですけど、あの私の、あの保育園通ってたんですよ、昔ね、うんうん、その時に授業で、あのハーモニカの授業があったんですよ。皆さんありました？ね、ジジイはありますよね。なんかあれ何の意味があったかなっていう、そのなんかあの皆さんにあれやりましたかって聞こうと思ったけど答えてくれるほどの、いや聞いてない、アンケート取れるかなぐらいの人しかいなくて、もハーモニカ授業でやったことある人って、あ、やったことある人、授業でハーモニカ、あ、ほら見てみ、だいたいジジイは手挙げんねん、これあんまりない人多いかな、え、ないですか？なさそうですね、ないんやっていうアンケートをちょっと取りたかったけど、もう数えれるほどの人数しかいなくて50代はみんなある、そう、50代はみんなある、そうで60代もあるで、ね、あ、ありました、私もあったんでね、ちょっとみんなあるかなっていう話です。すみませんでもそれはあの私の話したかった話で、次はちゃんと皆さんに伝えないといけないお話がありまして、2月26日にね、聞いてる、2月26日に、ね、私たちここで南堀ネイブでですね、お昼に企画ライブをまた第3弾させてもらえることになりました。ありがとうございます。でもね、高校生の時からやらせていただいてたんですけど、チケット代無料のツードリック制で今回もやらせていただけることになりますので、お時間がある方、皆さんちょっと朝早いんですよ、早いんですけど、皆さん頑張って起きて大切なライブに来てください。お願いします、一緒に来てね。そう、それとあと17日、1月の17日から CD を発売し始めました、ダンス提携宣言というアルバムです。1年ぶり CD になりますね、久しぶり。ジャケットがちょっとね、すごいですね。ジャケットがね、ちょっと学校の保健室で撮ったんですけど、よだまに、はい、バレたら怒られるやつ、はい、もうドキドキしながらさ、はい、さっさと撮ったやつなんで、よかったら、ね、君らの担任おったんで、そうですね、なんでお前ら何してんねんって私らセリフ吹き取ったんで、怒られかけたけどね、大丈夫でした。なんでよかったら、あの後ろの物販もちょっとちらっと見て帰っていただけたらなと思います。あとは、そうやな、こないだ19歳になりました、それぐらいかな、1月18日やる誕生日で、19歳はこの誕生日なんですよ、おめでとう。嬉しかったね、あれは。いいのとかね。そう、みんなありがとうございます。そんな感じでね、私たちのライブはもっと久しぶりの突破ということでね、ちょっと場を温めようと思うんですけどね、温まってますか？イエーイ！イエーイ！
来てくださいって大きい声で言えない状況の中でも、はい、こうね来てくださってるお客さんには本当に感謝してしないといけない。来てくれないとほんまに感謝です。ほんまに感謝です。フグできますよ。ありがとう。ありがとう。フグできません。脱ぎはちょっとダメじゃないですか。もうね、脱ぐの一枚の前に脱ごうかなと思うぐらいなんで、あ、脱がないですよ。脱ごうかなと思うぐらいなんで、まあ、そのぐらいの感謝してるよっていう気持ちだけ受け取っていただけます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。でね、もう私たちも残り2曲で次ね、終わっちゃうんですけど、私たちのテーマソングを次はやりたいと思いますんで、今日は本当にありがとうございました。まだまだね、ライブさんやって、バンドさんもいつもまだまだバンドさんたちが、どんどんありますので、楽しんでいってくれたら、やばいね、楽しんでいってくれたらなと思います。それでは、私たちのテーマソング聴いてください。千葉に参加場。Oh,
にならない。